暖かい体温だけ、ああ君の顔幻つゆと Honeybee。リバースデーソング、恋を歌う死神。起きてたのか。悪いな、まだ寝てると思ったから返事を待たずに部屋に入った。それが礼儀かと思って。悪いか。何言ってるんだ。体だけじゃなく気持ちまで弱ってるな。俺はいくらでも付き添うから安心して休め。ナミ先生にしばらくお前を休ませるようにと言われた。だから授業は休みだ。ただの休暇だ。そんなことは一言も言ってなかったから安心しろ。お前が休んでいる間俺も休暇をもらうことになった。ペアの相手がいないんじゃどうせ授業にならないしな。別に責めてるわけじゃない。あんまり深く気にするな。ちなみにユユはカイリと一緒に実習に出てる。まあまあ順調みたいだ。まあ考え事は後にしよう。
一応粥を作ってたんだ。食べられるか？気にしなくていい。食べられる時に食べればいいから。何でもなくはないだろう。無理しなくていい。それは気にするなって言っただろ。もう忘れろ。俺や帰りは去年の授業で実習を経験してるから、今回が初めての実習だった瞬はそれなりにショックだったみたいだな。なんとか自分の気持ちと折り合いをつけているようだ。お前みたいに実習でショックを受けて寝込んだりするやつも少なくないと聞く。そのための見学と実習なんだ。だから今は少し休んで。なら、やめるか。死神を目指すこと。混乱してる時に変なこと言って悪かったな。でも、そういう選択肢もあるんだ。何もお前が無理に死神を目指す必要はないし、誰も止めたりしない。そうしたらまた一年授業を受けるさ。食事は食べたくなった時に言ってくれれば持ってくる。焦らなくてもいい。ゆっくり調子を戻していこう。眠りたくない？わかった。いいよ。何も言うな。
大丈夫だから、何も怖いことなんてないから。昨日はちゃんと眠れたか？変な夢？それは、お前が忘れている前世の記憶と何か関係しているんじゃないか。まあ、憶測だがな。あんまり深く悩まなくていい。ただでさえ頭を使うことが下手くそなんだから、いろいろと考えるのは体調が治ってからにしろ。笑ったな、久しぶりに見た。そうか、今冷ましてやる。そうか、最近のお前は子供みたいだったけどな。飯、食べられるようになったんだって？顔色少し良くなってきたな。よかったよかった。晩飯は何食う？俺当番だから。肉料理はダメですよ。柔らかくて栄養のあるもの。分かってるっての。人を肉魔人みてえに言うなら。そうか、じゃあまあそれだ。
ああ、そうだ。忘れてました。あなたに渡すものがあったんです。絵本です。寝てばかりで退屈じゃないかと思って。絵本って、本じゃねえのかよ。おかしかったでしょうか。あなたは活字が苦手な印象だったので。そういや、この間町で面白い手品見つけたんだ。今披露してやるよ。あ、ねえねえ、この間シュンが面白かったんだよ。花にはまっちゃって。聞いて聞いて。あ何言ってんだよ。あれはお前が先にハマってたのを助けようとしてやったからだろうが。お前ら、病人のそばでやかましくするな。ニョルは過保護だな。親の気分になってるんじゃな。ずっとつきっきりでしたもんね。間違いなく親鳥の気分ですね。誰が親だ。死神祭までには完全回復するといいな。ネザーワールドで行われる年間行事の一つだよ。魂の旅立ちを見守るって名目の、まあ要はお祭りだ。俺はお前が眠った後でいい。疲れただろ。さっき目をこすってたぞ。お前、そこはせめて父親だろ。やっぱりお前は子供みたいだな。いいよ、病人の言うことなら断れないからな。好きだ。
お、自力で降りてこられたんだな。なんだ、そんなに動けるなら余裕じゃねえか。ほら飯取っといてやるぞ。まだ本調子ではないでしょうから、紅茶ではなくホットミルクにしますか。君も一緒だ、嬉しいな。よかったな。お前大丈夫か？なんかぼーっとしてる？あ、唇についてますよ。ミルクの泡が。制服着てリビングに降りてきたってことは、今日は学校に行くのか。でもまだ本調子じゃねえんだろ。どうせだったらまだ休んでた方がいいんじゃない。また倒れられたら面倒だしよ。そうですね、僕もそう思います。だね、ゆゆも二人に賛成。そうだな、今日のところは休んでおけ。その代わり俺が奈美先生に伝えてくるよ。だいぶ元気になったって。そして休暇を終わりにしてもらう。んじゃ、今日は早めに帰ってくるかな。おとなしく待ってるよ。こんなところで寝ちゃうなんて、もう。
元気そうでよかったよ。そんなの、お前は学生なんだから、いつでも好きな時に戻ってくればいいだろう。ねえねえ、それでさ、知ってた？今日って死神祭なんだよ。あっちの方すごいんだよ。祭りって、今日は無理だろう。昨日まで部屋にこもりきりだったんだぞ。ガリ弁の過保護は行き過ぎだろ。本人が行きてえならいいじゃねえか。今日を逃したらまた一年待たなければいけないですしね。お前らがこいつが倒れないようしっかりエスコートしてやればいいんじゃないか。それとも自信がないのか。多数決で決まりだな。ちゃんとこいつについててやれば大丈夫だよ。疲れたらすぐ帰ってこよな。お前がそう言うなら仕方ないな。疲れたらすぐ言うんだぞ。そもそも死神祭は初代死神主人が誕生したとされる日に行われることになっている死神たちの祭りだ。だがそれは単に死神主人を称えるだけでなく、現在では信仰の意味を持つ祭りになっている。広場の中央に大きな松明が見えるだろう。あの炎は現世から死後の世界へと登っていく魂の様子をイメージしているんだ。あの炎と同じように魂たちが現世に未練を残すことなく天国や地獄にまっすぐに向かっていけるように、そういう願いが込められているんだ。自分たちのようにこのネザーワールドを訪れることがないようにってな。寒くないか？見当たらないな。大方その辺の屋台でも見て回ってるんだろう。まったくあいつらは。まあなんとかなるだろう。とりあえず俺たちはもう少し人の少ないところへ行くか。ほら、どうした？こっちへ。おい、何やってるんだ。危なっかしいな。
いや、体調は大丈夫か？どうした？ぼーっとして。ん？ならいいが。ほら、足元に気をつけろよ。向こうまで行くぞ。もう死んでるとはいえ、ちゃんと人だ。ずっと自分だけのものだなんてありえないんだからな。おい、大丈夫か？痛い。
お前はちょっと残ってくれ。来月から卒業試験が始まる。お前はパートナーと共に乗り越えられる自信はあるか？周りくどく言ったってしょうがないだろう。お前の鼻歌、久しぶりに聞いたな。ナミ先生は何の話だったんだ？わかった。最後までよろしく。俺も力を尽くすよ。さて、どうなることかね。
死神養成学校の卒業試験は実技と筆記の2種類だ。筆記試験と実技試験、どっちも合格しないと卒業できないぞ。実技試験はまあ当然のように現世で魂狩りをする試験になってるわけだが、その内容がちょっと面倒だ。卒業試験は通常通りパートナーと共にターゲットの魂を刈り取ればいいはずでは。本当ならね。でもお前ら落ちこぼれ用に他の連中とは違う特別な試験を課す。その内容は今から説明する。ネザーワールドでは年々人口が急激に増加しているんだよね。その原因は現世で強い未練を残したまま亡くなる魂が急増しているからだって言われてる。このままじゃ死後の世界のバランスが崩れちゃう。だからそれを避けるためになるべく悔いの残らないように成仏してもらうよう仕向ける措置ってことか。素晴らしいな。落ちこぼれ組とは思えないな。担任が言うセリフかそれ。場合によってはターゲットに死が迫っていることをあらかじめ教えちゃうのも許されてるよ。自分に死が近いことを知っていた方がショックも減るしね。ただし死因を教えるのはダメ。例えばあなたはこの日に交通事故で死にますって言われたら、普通その日に家にこもっちゃうでしょ。そうやってその人の寿命が伸びたらアカシックレコードに違反したことになっちゃう。死神界の規則を破るのは厳禁だよ。理屈は分かったが、正式な死神ですらない俺たちがそんな高度な魂狩りを行うなんて、それも落ちこぼれクラスの俺たちが。落ちこぼれだからこそだよ。魂狩りの中でもこの指令は難しい部類に当たる。でも逆に言えばこれさえクリアできれば大抵の魂狩りはこなせるようになるよ。そういうこと。なんだそれ、そんな道理がまかり通るのかよ。サポートすると言ってもなかなか難しそうです。そうだな、中には一筋縄ではいかないやつもいるだろうからな。おう、そうしてくれ。この試験には引率してくれる教師も先輩も誰もいない。ペアと二人きりだが頑張るんだぞ。お前らの様子はこのネザーワールドからちゃんと監視してるからな。教員が持っている備品の一つに元素の様子を知ることができる特別な力を持った鏡があるんだよ。それを使ってお前らの様子を見る。何かルール違反をしてもすぐにわかるからな。実習にはくれぐれも真剣に取り組むように。
じゃあこれがターゲットの資料だ。それぞれ確認しておけよ。ナミ先生、どうしてもこいつは俺たちが担当しなければならないんですか？当然だ。それがお前らに与えられた最終試験だ。その他のペアとターゲットを交換したりすることは？ダメだ。お前卒業試験の意味分かってるのか？